時間だよ時間だよこんばんはうんなんかついてますかなんかついてるかなちゃんと前髪も出そう <laughs> なんかついてる <laughs> これなんだ こんばんはこんばんはこんばんはこれは事件だってなんでなんでこんばんはなんでなんで <laughs> こんばんはーこれ口？あ口か。 こんばんばはいや今日もね今日もなんかショールームやってるといつも暑いんですよねなんでだろうこんばんはこんばんは。こんばんは <laughs> <うーん笑>ね、こんな感じで <laughs> こんばんはこんばんは <laughs> これはですねだいぶ前に買ってそれからずっと家に放置してあって でそれをうちの犬のしおんちゃんがガサガサ遊んでたやつなんですけど「あれこれって何だったんだっけこれは犬の遊び道具だっけいやこれはかぶるものだ」ってこうなりました。でこうなりました。<laughs> はいこんばんは。 書きますかね、こんばんは。 はい買ったきっかけはですねハロウィンの仮装なのかなこれなんでこれ買ったんだろう多分ハロウィンのこれでも 3COINS だよ 3COINS で買ってあのそうハロウィンかなんかでかぶろうかなって思ってたんだけどなぜか買わないあなぜか被らない くてでまあこうなっちゃった <laughs> こうなっちゃったってこれなんですかね犬なのかうんフフフフハハハハこれなんでそうあとんでかぶろうかと思ったのは昨日ショールもム終わったら。 あの欅坂46さんのあのズーミンちゃんが鶏ひよこのかぶり物してたんですよでああかぶり物かわいいあうちにもいたよしここに来い <laughs> でこうなりましたうんでこうなりましたどうですかねうーんショールームではショールームではっていうか普通に 初初被り物ですねショールームでは初被り物ですねう <laughs> どうですかねうん<笑>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 ハロウィーンですからねやっぱりうん。なんて言ったって これをしながら特にこのオオカミに触れることなく進行していくっていうの <laughs> そうですうんそうそうなんですよこんばんは後ろの子が怯えてるって大丈夫笑ってるからはい通常通常 <laughs> うんこんばんは もともと1年くらい前からだから去年のハロウィンくらいから持ってたんですねそうなんですよと去年のハロウィンくらいから持っててああ揚げふとしたんだっけどいやもうなんか2年くらい前もうなんだか分かんないです何でうちにあるのかも分からないしなんでかぶろうと思ったのかももう分かんないでも分かんないけどここに来ました <laughs> あ自己紹介タイムですねでは行きますせーの で、こう、パン、スーパー、思いっきり。<laughs> わあ。わあ。聞いてますからね。ありがとうございます。あ、ちょっと。ちょっと、あの、やめて。やめてちょっとありがとうございます。<laughs> すごいね、これだ。<laughs> こうした,たって <laughs>、ね、こうねやっぱね可愛く前髪作ってる場合じゃないんですねしっかりこう眉毛を見せて,ていかないとツルンとね <laughs> ありがとうございます <laughs> 何これすごい <laughs> 眉毛何もしてないんですよね生まままれたまんまの眉毛をこうつるんと するんとね、全開に <laughs> はいこんばんは <laughs> そう「握手会もうくは始まってよ」ってすごい書いてくれてるんですけどそうあのね書いてあります待ってまーす <laughs> いやこんなね急に今急に初めて見た人とかねちょっと何この人ってなるかもしれないんですけどあのこういう人ではないんですけどなんか何を思ったのか <laughs> 何を思ったのか、こうなっちゃいました。うん。<laughs> そうだから、普段こういうことをしない人が。こういうことをすると、どうしたんだろうっていう。あの、なっちゃうんですけど。詳しくはこちらだって。あ、詳しくはこちら。詳しくはこちら。どこだ。ここ。<laughs> 下、上、横。ここです。詳しくはこちら。待ってます。詳しくはこちらです。待ってます。詳しくはこちらです。あ、そう。 あ、すっごい恥ずかしい眉毛 <laughs> これさオオカミ見えてないとさなんだろうこれははは狼オオカミ見えてないと何これ <laughs> 何者これ なんてどんな表情だっけ？どんなも <laughs> ののき姫ってどんな表情としたっけ？ってかもののき姫ってなどんなの？だっけ、わかんないや <laughs>。うん、こんばんは。えってやっぱびっくりしますよね。私もすごいびっくりしてます。前髪ないの違和感だって。ちゃんと眉毛をね。全開に。<laughs> あー 声あったかいこれあとちょっとね聞こえにくいんですよねだからいつもより声大きいかもしれないうんあー <laughs> そう <laughs> うん <laughs> なんでこうなっちゃったんだろうそう今日はこんな感じで皆さんとのコミュニケーションを楽しみたいと思います あったかいですよすごい。と。うん普段もそんな格好してますかっていやそうですねやっぱこの辺の耳がしてるわけないでしょう。<laughs> してませんよ普段からこの格好は。普段はもっと可愛い格好してますよ。普段はこんなすごい弾いてみるとすごいなこれ。<laughs> すごくないですか 引き見えてすごいどうですかねうんすごくシュールな映像が今流れてると思いますうんで普通に服は普通の人間の今時の服だからね肩も見えちゃってるうん。普段はあのこういうことはどちらかというとしないタイプですねうんああでもどうだろう しなくないかし,しないタイプというかしなそうに思われるタイプだと思いますしなくはないですねうん <laughs> そう何を思ったのかうんうんこれが映像倉庫で昴生に 未来の自分二十歳の自分はこんな感じですよしっかり生きてますかしっかりね地に足をつけて真面目に誠実にそして明るく生きていてください <laughs> 過去の自分よりえこれで握手会しないですよだってどうしたのってなっちゃうでしょえ そうだこれをこの配信を見てくれてる方は「ああこの間つけてたあれをつけてるんだ」あ「ああの画面越しで見てたやつだかわいい」ってもしかしたらなるかもしれないですけどこの配信を残念ながら見れていないファンの方または「初めて来ました」っていうことおってなると「えあ、ー、りだってみんなすごいありあり書いてるありあり合戦」 どううしようオリオリ合戦だそしたらこの眉毛も全開に見せないといけないんですねこの生まれたまんまの私のぼさ眉をうんダメですよみんなこっち見て話しちゃう <laughs> 初めて来ました <laughs> 目が合わないようんいえ本当ですか <laughs> えー、うんあっほんとにそううんえほんとによろしくお願いしますだってえほんとにあさってですよね大阪の握手会じゃああさっての大阪の握手会は これ被ろうんそれかやっぱりせっかく今次のシングルの握手会発売中なので次のシングルの初日次のシングルの握手会の初日にこれをかぶろうかな。 うん、ずっとずっとでもいいんですけどなんか暑かったらしたらまあでもおしゃれは我慢っていますからずっとかぶってでもいいですよ <laughs> なのでねこの姿と握手したいっていう方はあの次のあ初日も大阪だったそうだ初日も大阪だうん大阪 でもせっかくならねこのえ全日ってこれですか全日ってこれはちょっと厳しくないですか <laughs> うん <laughs> どうですか全日ってこれは全 <laughs> 日ってこれはちょっとう <laughs> ん <laughs> うん。<laughs> うん <laughs> うん じゃ日にち決めましょうよこのこれのうん「とは白衣だって」<laughs> えー、いつこれに、ね、毎回かぶり物え被かぶり物をします毎回動物園じゃん <laughs> 動物と握手できるコーナーみたいになりますよいいですか <laughs> いいいいですね、うん、いいなら <laughs> うん <laughs> あのさ知ってる方はいる方いかなカワウソのさまあ悪視界はガラスじゃないけどさカワウソはまあ野生動物なんで一応ガラス張りのさ下の方にちっちゃく穴だけ開いててさそこからこう手をちょこんって出して私も握手したんですけどカワウソと握手できるやつ知ってますかねあれみたいじゃん <laughs> あ,ーあれみたいですねうん本当,本当に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 。 第4だと一緒になっちゃうんうん、うん、とりあえずハロウィンあハロウィンンはねちょっとハロウィンの仮装するっていう10月21日はハロウィンの仮装するってちょっと決まっちゃってるんでそうなんですよねうん透明な板置いとくだって <laughs> 穴開けて。 あー <laughs> 昔そんなアイドル今までいましたかねみんなさだって今日はどこから来たんですかとかさ公演なんとか公演どうでしたかって言ってるのにさ私あああああああーあーそんな握手会誰も来たくないでしょあーあの フフフうん誰も来ないでしょうもう誰もいなくなっちゃうよ <laughs> あれあの人最近見ないなあれってことになっちゃうから <laughs> うん「ねえ行きたいです」だって「ええー、<laughs> 当に?」 こっちもファーでだってあじゃあファー返ししてくれるって <laughs> ファー <laughs> めちゃくちゃ面白いねだってさあのー、<laughs> みんなさ今日公園すごい良かったよとかさ話してさここのレンだけさファーファー <laughs> 動物園やん <laughs>、うん 部屋間違えただって間違えてないよここ私の部屋 <laughs> お互い何言ってるかわかんない握手会だってねそれお金も発生してますからそんなね握手会誰も来たいと思わないんじゃないかなって思うんですようん。 でもねファンの方はねすごくノリが良くて優しいので多分私がファーって言ったら、ね「おー」って言ってくれるんですよ多分そうファンの人ってねなんてあんな優しいんですかね本当に。うに、ん、成立するのかなちょっとやりたい <laughs> ちょっとやってみたいな怒られるかな <laughs> なんか AKB の握手会行くとなんか動物と握手できるらしいよ、うん、っていうことになっちゃうですねだからまあ デメリットを言うとちょっとなんかこの子は気が抜けてるんじゃないかって思われちゃわないか心配っていうのとあとも話の内容がないっていうのと、まあ、前代未聞ですよねアイドルの握手会で特に何も言わずわんわん泣いてるだけっていうまあでもメリットは話の内容をまあ頭固くして考えなくていいっていう。 カワウソと握手してみたくないしてあしてみたいかもあできるらしいよ行ってみようっていうことになるのでまあ、そこはメリットかなーって思うんですけど <laughs> うんそうですねあ <laughs>、うん <laughs> そう <laughs> また地のゲーつだ <laughs>

難しいなう <laughs> ん一回やってみますか,、うん、やってみますかでも問題なのは問題なのはこの配信を見ていない人がもう一生起きてくれないかもしれない <laughs> この子はあこういう子なんだじゃなくてあこういう意図で一回やってみるかっていう気持ちでやってるんだ 理解してる人は「あなんかなかなかい意外といいんじゃない?」ってなるかもしれないけどな急に来た人は「え何この子」みたいな「え <laughs> こっちは話をしたいんだけどこの子は何なんだ?」ってなっちゃうかもしれないじゃないですかそううんだからちょっとこの子一緒行かないなって思われちゃうかもしれないじゃん。 この子ちょっと会話不能だなとかさこの子はなんかこのうん <laughs> このは親身になって話を聞こうという姿勢が見えないなって思ってしまったらもう一生来てくれないかもしれないじゃないですかこう話をした上であ話足りないなって思ったらまた来てくれるかもしれないけどうん。 そうですよどうしたってなって一生来てくれないかもしれないたとえ普通の握手に戻ったとしてもその時のトラウマでも一生来てくれないかもしれないうん <laughs> そう <laughs> うんうん 心配ないさー、だって。<laughs> うん。<laughs> うん。あ、入り口に説明文を貼るだって。あー、まあ、それもいいですね。うん、心配だって。貼り紙。貼り紙する。今日は。えー、本日の大森美恵さん。 との握手会場はこちらですカワウソさんとの握手会場はこちらですみたいな。本日はちょっと様子がおかしいみたいですまる。<laughs> で張り紙しておきますか、うん、<laughs> トムはサッホートムはハクイトムはハクイサッホーはナースだってそれはだってもう それはねままた違いますよだってナースさんと握手ができるナースになったサッファーと握手ができる素晴らしいでも、ね、私あれえっ、ー、え何この人ミエパーのショールームたまに見に来るんだけど今日はパリピなの違うんだよ <laughs> 違うんだよ 違うんだよ、うん、<laughs> まあでも人生ねうんチャレンジもありとは思いますがかなり無,無,無謀な <laughs> 無謀なチャレンジだと思いますね。<laughs> うん カワウソと握手楽しみだってカワウソじゃないちねカワウソのかぶり物あったっけなあないなカワウソカワウソのなんか人形なのしかない人の服装は普通の服装ですよもううんお手わあ <laughs> おかわり <laughs> あれおかわりやってくれないなって,言ってまた来てお手あおかわりあできたできたすごいすごい1枚ですパンお時間です <laughs> そんな会ありましたか今までにかつて多分この AKB 史上の歴史でないと思うな暑いです <laughs> すごい今ねここがもう,もうファーアすごい暑いです頭が <laughs> いやー歴史史上ないですよねそんなのね歴史を作ろう <laughs> すごいなんか <laughs> うん うん、まあまとめ出しはしっかり喋れりますよあのさっきのことが嘘だったようにうんうんって <laughs> あれあ,れあ普通真面目なんだこの子みたいなうん餌 <laughs> 何持っていこうかな <laughs> 何食べるんだろうこれ <laughs> これ絶対絶対これ食物連鎖だよねこの 生き物絶対多分そんな可愛いものは食べないと思ううん <laughs> うん君の前に道はない君の後ろに道はできるで <laughs> おかしいですこれでさもしさじゃあ新メンバー AKB 入ってきてさ <laughs> みんなこれかぶって「わあ」とも大量発生ここ横みんな「わあ」「にゃあ」<laughs> そううん うん、面白い <laughs> もう、それが普通になったりしてねあ、よからおはようあ、あ、今日シマウマなんだあ、そうなんだ <laughs> おかしいでしょあ、サ <laughs> ッ、うん、<laughs> おはようあ、今日ヘビヘビあ、ヘビなんだ、そうなんだいいね、うんあれともはようあ、今日はキリンあ、そうなんだえ。へ <laughs> <laughs> うん <laughs> 手噛みつかないですからってそれは分かんないですね野生動物だから <laughs> 野生動物だからちゃんとね刃もあるんで牙刃あ刃あってよかったって思う時が来たあちょっとあんま最近目立たなくなっちゃったけどガー じゃないかこれ買われてんのかなちょっと上品だもんねなんかこの、うん、張り紙しとく <laughs> 危ない危険それかもう <laughs> すごい前代未聞なこと言うとあの貼り紙に「危ない危険絶対に立ち入らないでください」ってあの入り口に貼り紙を貼っとくっていう。 まあそれこそそうしたら誰もねえもう誰も来なくなっちゃう一生誰も私の前に人が誰も一生現れなくなっちゃう <laughs> それだけはごめんだうん私はたくさんの人と握手したい <laughs>、うん、<laughs> 危険触るなって触っちゃいたくなるタイプの方しかね来なくなっちゃうねうん うん「危険」って書いてく「<laughs> 面白いから行く」だってもう勇者しかね通ってこないまあでも面白い面白そうだなっていうなんか「あアトラクション新しいのできたみたいよ」あ今ならすぐ乗れるみたい行ってみようってなるかもしれない <laughs> うん じゃあちょっとその握手を体験したいと思った方は、えー、次のシングルで握手会待ってます。よろしくお願いします。<laughs> うん。星肉が過ぎそうだって <laughs> 怖いよ。<laughs> あでも星肉なのかな。<laughs> うん。本気なのだってほらやっぱりやめた方がいいよっていうね。 意見がね、あるよねうん隣のレーンでよく見てたらって危ない危険だよだから立ち入らない方がいいかもしれないですうんでもそれでもなんか逆に気になっちゃうなってもし思ったら「待ってます!」 うんうん <laughs> うんでもねきっと何をしてもね反対意見と賛成意見が出てくるものですよねこの世は <laughs> なんてさ「ありがとうございます」って言って「1枚です」の間私どうしてたらいいのこれで <laughs> これで。

可愛い,いよとか面白いよとか言ってくれるんですけど終わった後に一度こう楽屋に戻るじゃないですかその時に擦れ違った人とかにこ出っちゃうからんかだって <laughs> 想像してみてくださいみんな可愛い女の子が可愛いお服着てキャッ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 してるんですよ。 そこの廊下で一人、これがこうやって歩いてるんですよ <laughs>。怖すぎる <laughs>。怖すぎる。で、俺楽屋で普通にこう、これがこう <laughs>。いるんですよ <laughs>。怖すぎる <laughs>。スタッフさんとかさ、ケータリングのおじちゃんはもうさ <laughs>。うん。いただきます。これ <laughs> 怖いでしょう、うんそこで素になったら負け <laughs> 負けか <laughs> 負けだって絶対たっちゃんがダサいって言,って言うって絶対言うよ「ダサいですみえぱんさんダサいです!」って絶対言うよでもね人生っていうのはさ <laughs> リピートするとさ賛成意見があればあるほど 反対意見もあるんだよきっと、うん、自由を取るに自由を得るには孤独も必要なんだよだって <laughs> すごい名言 <coughs> 孤独かまあ孤独には慣れてるからいいんだけどさやっぱりちょっと恥ずかしいな <laughs> うん さっきなら「大丈夫さっオオカミですか?」って真面目に多分言ってくれると思う優しいから「えオオカミだオオカミだ」ってそううん <laughs> うん さっき絶対そう優しいもん。<laughs> どどどうしたの？か可愛い,いっていう人もいれば、なんかおすごいすごいっすねっていう人もいれば、さっきなんか多分ええそれ何ですか？犬ですか？あ狼オカかーって多分さっきなら言うと思う <laughs>。あのまずそこを受け入れる受け入れないの前にこれが何なのかっていうのを真面目に考えてくれるのがさっきです。 すごい脳内再生されませんでした今さっき <laughs> そううん <laughs> みんなのツイッターには載れるってそれまあもしねえかわいいとかって写真撮ってもらったりなんかすごいのがいますとか話題になってもらえたらそれはもう私は一番望んでますでうしいですけど一番怖いのは触れないでこっていうその誰からも 気にもされず誰からも触れられず特に誰も <laughs> っていうのが一番怖いですよね作法も多分「どうしたの!」って <laughs> うんスルーが一番怖いですよこの世でうんえモイキは「えどうしたんですか?」って多分言うと思う <laughs> これはモイキュん それでも多分「えっかわいい」って普通に言ってくれたもんみんな優しいからね <laughs> うん男前だって初めて言われた男前って眉毛出てるからこれが男前なんじゃないかな <laughs> うん眉毛想像しやすかったってうん 相撒きに見て見にふりするドラフトさん寄生だってえー多分優しいからえー狼だーって言ってくれるうユイリちゃんも多分えー狼だーって多分言ってくれるうん <laughs> それで行こうだってわかった <laughs> うん うん、ハスキーシベリアンハスキーかなこれなんだろうおこれねこうさ映像で見てるとさなんかコンパクトにまとまってる感じするじゃないですかでもこれ実物すっごいですよこのインパクト存在感だって私顔これでしょ顔ののここだってて比率考えてみると こここここがこれでここ、頭もすすごいですからね、もうヘルメットとかのじゃないんですよだってもうすごいからねだから相当多分怖いと思う実際見ると <laughs> 実際見た方が「おお」ってなるなんか「ええ可愛い」っていう感じじゃなくて「おお」ってなるかもしれない。 で、うん、て私このオカミの話でもほとんど今日も進んじゃってるオカミの話でほとんど進んじゃってるよ皆さんとコミュニケーションあでもこれでコミュニケーションになってるのか <laughs> 荷物が多くなるね家からかぶっていこうだって <laughs> 新幹線行こう <laughs> テン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 テてんフフフ こうさジュースをさ、売ってくれるお姉さんじゃないですか。あ、すいません。オレンジジュースください。かしこまりました。<laughs> なっちゃうから。<laughs> うん。てん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 。うん。怖いよ。トラウマだよ。<laughs> 多分こう、ガラガラって。 開けた瞬間からもう多分遠くの方に見えてるんだよねこれが <laughs> そうそれでなんだなんだなんだって <laughs> うん映画館に前にいたらダメだよこれは怒られる絶対 <laughs> うん <laughs> 今年の秋のトレンドだってうん <laughs> <laughs> うんあそれか、まあ、後ろ誰になるか分かんないけど後ろ振り返って「倒していいですか?」っていうか <laughs> あ皆さん想像してくださいで多分携帯とか触っててトントンってされてパッて見たやこれがササ「いきなりこれが現れます怖いでしょ

うん。<laughs> そうだからもうこのオオカミの話でいっぱいになっちゃったよオオカミの話だらけになっちゃったよ <laughs> うんそうだからおっと 都会が来たぞー。都会が来たぞー。都会が来たぞー。これはえーっとどうやって読むの？韓国の方読めなーい。 狼だから読めない。狼字読めない。<laughs> 狼だから字読めない。<laughs> パクさんだよだって、パクゆかりさん。都会ありがとうございます。では。都会ポーズいきます。せーの。うん。ありがとうございます。

田舎もね、どちらもいいよね <laughs> うん9がいた888そうということであさっての握手会はこれをかぶってみようと思いますもうどうなるかわかんないですが <laughs> かぶってみようと思いますうん だからね、その時会える方はもちろん楽しみにしていただきたいと思いますし大阪に、まあ、行けないって方は、まあ、ちょっと残念ですけど、まあ、今後かぶる時が来るのかなーってちょっと楽しみにしていてください <laughs>、うん、<coughs> あなたがじれたい お狂気よすぎるわ私の狼さんはなぜか臆病ねあなたが知れたい <laughs> お狂気よすぎるわ羊を前にしても襲わないギスク してくれなきゃ私にだってプライドがあるわ <laughs> じゃじゃちゃんありがとうございました <laughs> 今日はもうこの人にも話を持って行かれちゃったらほとんどこれの話しかしててかもう多分これの話しかしてない今日 <laughs>、うん 波が。うん、なりなりだって、なりなり。<laughs> うん。チュチュチュ。ということで、オオカミさんランキングを呼びます。と。一位。パークいかりさん。二位。マーシャルさん。三位。チャージャーさん。 4位駒場さん5位クヤタカさん6位よしきさん7位馬茶さん8位たこさはっしーさん9位とことんさん10位 Z48 さん11位ちゃぴさん12位マスターさん13位ひろきさんそして今日の気になるアバターはどれだ どれだまたどれだーどれだーどれだ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 どれどれどれだあ、懐かしいこのキャラクターなんだっけぶん文化なんだっけ うーんとちょっとこれで見えないぶ文化っきーさんのアバターが今日の気になるアバターでしたということで皆さん本日もありがとうございました <laughs> 本日もありがとうございましたうん 今日もいい夢見てください。ありがとうございました。ということで次のシングル握手会待ってまーす。待ってますからね。約束。ということでありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさーい。バイバーイ。 お母さんバイバーイありがとうございました